Hello everybody, my name's Karen Julia Waters from Australia and I am the 4th Yoneyama Ambassador. 皆様こんにちは。第4代米山親善大使のカレン・ジュリア・ウォーターズです。本日はスライドを使って自己紹介動画を作成いたしましたのでどうぞご覧ください。I hope you enjoy the film. Thank you. Okay. 第4代米山親善大使に選んでいただきましたこと深く感謝申し上げます。ありがとうございました。私は1992年、京都南ロータリークラブで、米山小学生としてお世話になりました。約30年が経過した今もその時に頂戴いたしました奨学金の封筒は宝物として大切に持たせていただいております。続いて家族を紹介したいと思います。共に仕事をする長男、それから神戸に就職している次男、そして、愛犬アリスが、今の日本の私の家族です。実家はオーストラリアのクイーンズランド州ゴールドコーストにあり、弟家族、姉家族、そして母親が住んでいます。実家がある第9640地区のロータリアンとして2018年からはオーストラリアでのロータリー活動にも積極的に参加させていただいています。オーストラリアのロータリーに誘ってくれたのはハーバード大学ロースクールで開催されるリーダーシップサミットで共に仕事をするアンディ・ラジャパクシ氏で、彼は2020年2021年度の9640地区のガバナを務めております。私のクラブは大変明るく元気な会員が多く、みんないつも積極的にいろいろな奉仕活動に力を入れています。コロナ禍ではミーティングがズーム形式になってなかなか直接集まる機会こそ恵まれませんが、おかげで私は日本からでも気軽に霊界に参加できるようになりました。一度霊界の中で託話をさせていただくことがあったんですけれども、その際には、日本の米山小学会について、英語でスピーチさせていただきました。仕事は、国際理解学習と、英語教育のスクール、そして、留学や国際交流事業を手掛ける会社をさせていただいております。スクールのコンセプトは多文化に触れて多様性の持てるグローバル人材の教育ということで、極力いろいろな国の先生に来てもらっています。英語というツールを使いながらニジェールの先生のふるさとのお話を聞いたり、イスラム圏の先生からイスラムの文化について教えてもらったり、またトルコアイスの作り方を英語で聞いたり、興味を持ちながら世界のいろんなところに英語というツールで触れるというような教育をしています。ウガンダの先生にウガンダのふるさとのお菓子作りを教わった子どもたちは、海外でウガンダのアスリートの胸についている旗を見つけて駆け寄ってって英語で交流したこともありました。このようにして日本にいながら広い視野とダイバーシティを肌で感じながら英語に触れていくという教育をしています。コンセプトは英語を使って楽しむということです。子どもたちだけではなくて世界中の先生たちもみんなで共通の言語である笑いを通して心の交流、そして言葉の交流をしています。また世界のスポーツに触れる機会を提供するということで、日本では大変珍しいジュニアのクリケットチームを課外活動として行っていて、関西の大会などにも出場しています。教育理念としてスクールが一番大切にしていることは、常に社会に目を向けること、そして自分より弱い立場の人を助けるということです。その一環として長年アフリカのタンザニアの里子支援にも力を入れていて、子どもたちは英語で世界各国の恵まれない子どもたちに手紙を書いて支援活動を行っています。日本国内でも毎年クリスマスに被災地の子どもたちにお菓子を届けるという活動を長年しています。この活動を通して子どもたちが常に社会の一員として自分がどのようにして役に立てるかということを意識づけるようにしています。
スクール以外の活動としては、会社として留学プログラムや海外インターンシッププログラムを大学や高校に提供させていただいていて、なるべく多くの日本の若者が世界で有意義な留学生活を送れるように支援をさせていただいています。海外でも環境調査や植林活動などなるべく社会に関われるような活動をプログラムの中に織り込んでいます。スクールや留学プログラム以外では極力日本とオーストラリアの架け橋となって働けるよう、様々な日語交流活動にも尽力しています。会社がある枚方市と、ふるさとオーストラリアのローガン市が姉妹都市提携をしており、長年時として通訳、時としてはコーディネーターで、また時としてはホームステイ先としていろいろな青少年音楽交流活動に携わっております。また、年一度のスクールの大きな発表会の場で、日本のバイオリニストとオーストラリアのバイオリニストをつないで、2人で特別にスカイプ上での合同演奏も披露したりしました。オーストラリアの学生たちの日本での演奏会や日本の学生たちのオーストラリアでの演奏会なども企画し、2019年にはオーストラリアの日本領事館公演のもと130名もの生徒による日豪の合同オーケストラの音楽祭をオーストラリアで開くことができました。このような音楽交流活動は新聞でも取り上げていただき、またそれがきっかけでオーストラリアローガン市からは感謝状をいただくことができました。青少年交流活動以外にも日本のフラワーアーティストの生け花の海外の披露のコーディネートや日本文化の伝授など極力日本の素晴らしさを海外にも発信するお手伝いもさせていただいています。このような活動を通して、オーストラリアのウェディング会の巨匠、パメラ・ピダブリッジにも認めていただき、彼女の日本ツアーの随行通訳として、様々な場で素晴らしい出会いをたくさん経験することができました。まさに、Rotary Opens Opportunities そのものだと思います。米山小学生としてロータリーと出会い、活動を通してその精神を教えていただき、今は私自身もロータリアンとして、また米山小学会の学友として世界中に素晴らしい仲間がたくさんできたことを本当に宝物と思っています。これからはいただいたたくさんの幸せにご恩返しできるよう、日本とオーストラリアのため、また世界のため、ロータリアンとしても米山学友としても精一杯目標を高く持って頑張っていきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。カレー先生は分かりやすくて優しい先生です。カレー先生は分かりやすくて行動力のある先生です。カレン先生は優しくて分かりやすく教えてくれる先生です。とても分かりやすく教えてくれる先生です。いつも英語とか教えてくれる先生。カレンさんは SDD に協力している人です。分からない英語を教えてくれる先生。優しいし、いろんなことを教えてくれる先生。すぐ教えてくれる先生。わからないとき教えてくれて、わかりやすく説明してくれる先生。厳しくて優しい先生。英語を教えるのがめっちゃ上手な先生。海外にも目を向けていて、とても優しい。とてもいい先生です。明るくて面白い先生です。The most kindest teacher that I have ever met! 生徒思いでいろんな活動をしているのがすごいと思います。